てる。こんにちは、演歌の宮の 2.5 について、続報が出たので共有。はい、条件も再度確認、で、昨日上げた動画では間違ったこと言ってて。一応、概要欄、コミュニティで補足しましたが、演歌の宮の端っこの3個の島、ワープポイントを解放する任務でした。むつみその箱の侵食耐性が該当エリアの侵食強度より低いとき、チームは侵食を受け、時間の経過とともに蓄積していきます。とのことなので、侵食ゴリゴリのイベントになってきそうですね。とりあえず、こちらの数値が大事になってきそうですね。で、2個目の点ですが、イベントに参加してアイテムゲットしてねって感じ。少し割愛して。今回の演歌の宮での探索イベントの三街道共済前夜をクリア後に発生する任務分谷事案は 2.5 中にしか受注できません。まあ、イベント関連マップの宝箱、任務等は、期間限定なので 2.6 までにクリアしておきましょうって感じですね。とりあえず、リマインドしたかったのでこの辺で、リンクは概要欄に貼っておきます。ご視聴ありがとうございました。